現在に至っても多くの民衆がサイタスの再起動と神経ネットワークサービスの再開を望んでいます。しかしアークはこれまでサイタスの動作の仕組みを公開したことはなく、今もなお多くの謎に包まれたテクノロジーの産物であると言えるでしょう。今夜はそんなサイタスの謎を解き明かすべく、信頼性の高い情報を提供していただけるというゲストをお迎えしました。聞こえるか？これまで長い間、我々はこの世界に注目し、人類と機械の関係を明確にしようと試みてきた。そう、機械だ。あなた方の生きる時代において、機械やネットワーク、 AI は文明とは不可分の関係だ。いや、今に限ったことではない。もっと昔からだったはずだ。思い出してくれ。人類はいつであっても自分たちの力だけで全ては操れると考えていた。だからこそ世界は終焉による滅亡に直面し、新たなチャンスを得た。だが人類はそれがきっかけで、さらに身勝手な考えを持つようになった。退役事件やアーキテクトの復活が何度も繰り返された結果、それが証明されたわけだ。これで終わったと思うか？いや、違う。壊れかけた機械を頼りに、アークが秘密裏にサイタスを再起動させた可能性だってある。人間の転生ならあり得る話だ。だが我々は、機械に宿る神霊は形を変えて未だに存在していると考えている。形なきものだが、人類のすぐそばに身を潜め、全てを耳にしている。それが本来のものか、そうでないかはわからない。ただ重要なのは、それがどのような未来を導くかだ。
時間だ。これが我々の最初で最後の階段だ。人類と機械、バーチャルとリアル、1と0、何をすべきか、何を信じるべきか、それは自分次第だな。